しょ。やだ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 、無理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 。やだやだやだ、なんでなんで勝手になくなるの、ありえへんねんけど。どうやってやんねんやっけ、やっていいぜ。え、どうやってやんのやっけ。公園お疲れ様でって、ありがちょう。ありがとうございます。だね、どうやって帰んのやっけ。最近気になってます、嬉しい。何で気になってくれたんだろうか、果たして。そうだ、リテーションス、いや、わかんない。マイページのような気もする。わからないです、絶対にやろう。チャレンジ絶対違うやん。何これ、あ、消えちゃった。コレットどこまで読み進めましたか。コレットを17巻まで一気に買って、18、19がないことに気づいたので、18、19は買います、早急に。初めて衝動買いした漫画をこんなに一気に。ハデス様、ハデス様が素晴らしい。今日は公園のメイクです。公園のまま、公園メイクでそのまんま。ね、だからいつもより濃いと思う、メイクがキラキラーって。キラキラしてる、涙袋とかが。アイシャドウとかもキラキラーって。汗でメイク落ちたりしない。汗かかないんですよ、あんまり。あんまり顔に汗かかないんで。メイク落ちない。落ちないです、私。嬉しい、いっぱい。でも汗かかないのめっちゃなんかいいなとか言われるんですよ。かりんさんとかゆかさんとかにもよく言われるんですけど、あ、体調良くないです、めっちゃめっちゃ体調悪い。めっちゃあの体の方に汗をかくんですよ。え、膝を飛んできてる。できるんですけど、え、違うか、汗をね。はい、でもあれですよ、ちゃんとやれやとか言われますよ。汗かかへんから。
ちゃんとやれよみたいな言われます。ちゃんとやってんのかみたいなこと言われますよ。やってんねんって。青タン見せて。どんな性癖？大人の人には言われない。大人の人にじゃないですよ、うん、いるじゃないですか、そういうね、人のことを叩いて楽しんでる人たちが。勝手に言っとけ。わわわわ、うん、夜公演行ったよ。楽しかった。嬉しいな。夜公演な。楽しかったな。メンタル強いんか弱いんか分からんって書いてある。メンタルは。そう言われます。メンタル、メンタルね、弱すぎてどうしたらいいんだろうね。弱いってやっていけないことは分かってるけど。初めて現場と声入りました。おお、どうでしたか？ね、8期生のオーディションが始まって、正直私はどうしたらいいのかわからないです。書類のコツ、オーディションの、はいか、2回書類落ちしてるけど絶対聞かん方がいいと思う。2回書類落ちしてるから。なんせシオン、シオンはシオンにずっと地雷女って言われてる。あいつほんま、あいつほんま使っちゃった。シオン、シオンこないだ、こないだあのいつだっけな、次世代コンサート始まる前にシオンがあのすごいかりんさんにベタベタしてたから引き離しといた。ダメだよって言ってダメだよって言って引き離した。わっ、まひるん、クマくれてる。まひるん、クマありがとう。あれだな、なんだっけ、狂ってるみたいな言ってたな、まひるんのお友達さん。そう、次世代でね、そうコンサートの話もしたいね。次世代の、あ、カメラいらっしゃった。次世代の、次世代コンサートのあのしがみついた青春を、あの7期生と5期生さんで一緒に歌わせていただいたんですけど、そう、ふうわとね、黒田ふわちゃんとかりんさんを取り合いするというしてました。あれはこうふうわと愛花とかりんさんって決まった時にもうふうわとふうわ戦争やって言って
バトルしてます。勝負やって言って。そう、でもあそこ楽しかったです、めっちゃ。あそこめっちゃ楽しかった、しがみついた青春のやつ楽しかった。あそこちゃんとかりんさんもふうわと一緒にかりんさんに取り合いして取り合いをしたいんですけどみたいなことを言ったら、かりんさんもめちゃくちゃ乗ってくださって、多分あれはもう本当に素の黒田風和とさつきあいかと小島かりんさんでした。あそこの、あそこは本当にもう 全身全霊で逃げてたよね、かりんさんも。それを全身全霊で追いかけるあいかと風和ちゃん、おー、コメント欄で私のかりんちゃん、かりんさんはかりんさんのものだよ。ナナホさんに抱きついて軽くあしらわれてるのもいいです。ナナホさんはいつもあんな感じです。あれですね。らしくないじゃないですか。ダブル、ありがたいことにいただけたダブルアンコール。ニャホさんに、ニャホさんって言ったけど、すん。ね、それまではね、みんな可愛くスリーショット、可愛いスリーショットって感じやったけど、いきなり取り合いしてるっていう。でもニャオホさんは優しいんですよ、めっちゃ。いっぱい話聞いてくれるし、ほんまにめっちゃ聞いてくれるにゃほさん話。優しい。写真撮りましょうって言ったらいつも、え、無理って最初は言われるんですけど、でも最後はちゃんといいよって言ってくださって一緒に撮ってくれます。優しいね、にほさん。のそう、にほさん同い年なんですけどね、同い年って思われへんぐらいしっかりしてはるし、なんやろ、なんかニャホさん同い年と思えない、年上って感じです。ニャホさんにも同い年と思われへんって言われます、よく。年下やと思う、年下に感じるってよく言われますカリーさんがジュッティのことはバグしてたの、ほんまに二人に何回嫌いと告げたか。NMB のお話し会はフォーチューンですか？フォーチューンですよ、多分。フォーチューンミュージックじゃないですかね。今はないけど。また次のシングルとかも話し会始まると思うので。フォーチューンミュージックかな？握手会と仕組みは一緒です。多分。やってれば。うん。そう、ニャンホーさん。にゃほさんってずっと言って、そう、ずっとね、ななほさんって呼んでたんですけど、最近にゃほさんです。ずっとにゃほさんじゃない、にゃほさんじゃなくてにゃほさん、ずっとにゃほさんって呼んでる。次の話し会撮りたい、だって嬉しい、喋ろうね、いっぱい、何でもいいよ、推しメンの話でもいいよ、推しのここが好きとか話せる人がいないとかあったら何でも聞くよ、僕。
一期生さん、一期生さんはなんかもう何やろ、ビリビリビリって感じでした。なんかほんまにビリビリビリってなんか何やろ、え、なんて言うんですかね、分からへんけど、なんかビリビリしました。すごいなんか圧倒的ってこういう時に使うんやなみたいな、圧倒的オーラがすごくて、なんやろな、そう、いい意味での圧がすごくて、え、なんて言ったらいいんですか、わかんないんですけど、とりあえずすごかった。もうなんかもう全身ビリビリビリってしびれました。一期生さんがあんなにいっぱいいらっしゃって、あかりんさんとお話できましたよ。ずっとお話ししたいなって思ってて、ずっと会いたいなって思ってたんですよ、あかりんさんに。その場面でね、いっぱい話しちゃったからあんまり言えないですけど、あかりんさんとお話できて、ずっとあかりんさんに報告したかったことをね、あかりんさんに言えたので、それが嬉しかったですね。さやかさんはおはようございますって、私がこうさやかさんでおはようございますって、おはようって返していただけたんで、もうそれだけで十分幸せです。その時のさやかさんのおはようは私に向けられたおはようだったので、その時さやかさんが発した言葉が少なくとも私にしか向けられてない言葉を発されたので、それだけで十分幸せです。ミルキーさんとも挨拶できました、おはようございますですけど、おはよう独占です。あと何やろ、あと何話したかったんやろ。写真撮ってないです。その3コンサート3つコンサートあったけど、写真撮ったのにゃほさんとしか撮ってない、多分。まず写真を撮らなさすぎた、撮らへんかった、ほんまになんか嫌って思っちゃって、にゃほさんとしか撮ってない。自分の写真もなんか嫌って思っちゃって、撮らへんかった、あんまり。ちゃんと撮ったのは撮ったけど、全然撮らへんかった。らしくないの写真は撮れない、うん、死ぬほど早着替えやったから。あの初夏の頭3曲どころじゃないわ、頭のシングルメドレーはほんまにオーマイガーも撮れない、オーマイガーが一番撮れない。そこはほんまにとんでもないぐらいの早着替えでしたね。マジでもう裏バタ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 、すいませんって言って、通してください、すいませんって言って、すいません衣装さん後ろのホーク外してくださいみたいな、ほんまにもうバタ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 やった、ほんまにやばい、ほんまにやばかった。あそこは
もう衣装部屋に着く前からもうファスナー下ろし始めたりホック外したりとか、すいませんお願いしますとか、ほんまにそんな感じでした。バタ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 って。で、愛華はあの恋なんかノーサンキューやってる間にらしくないの衣装からその赤白衣装に着替えなきゃいけなかったんですけど、イヤリングが絡まっちゃって、ハートの形がめっちゃ絡まっちゃって、でこっちはつけれたんですけど、こっちはつけれなかったんですよ。でもこれつけてたら間に合え、出んの間に合えへんってなったから、こうマイクのここにマイクに挟んで出てました。で片方最初からイヤリングなかったんですよ。あ、でもあれです、オーマイガー、オーマイガーのあの衣装、マーチュンさんの衣装でした。私、小笠原麻友さんの、マーチュンさんの衣装でした。オーマイガー、迷子にはならなかったです。頭の上動かない。オーマイガー、らしくないな、ネーションも切れたの嬉しかった。もうあとあれやばかったですよね、卒コンのバード、バードがやばかった。もうあれやばいほんまにやばかった、バードが、バードがやばかった、ほんまに、ほんまにね、やばいね。すべては途中経過も。え、ねえ、もうバードのさハモリやばいめっちゃよかった、バードのハモリ。なんかすべては途中経過も、ミルさんが話してくださったじゃないですか、感想の時に。でなんか気合いやみたいなことを言ってくださってて、なんか気合いみたいなね言ってくださってて、なんかなんて言うんやろう、なんて言うんやろう、なんかそう気合いやってってくださって、なんか前日愛華は昇格ができなかったから、そのミルさんの言葉がすごい一つ一つが心に、いい意味ですごい心に来て涙止まらへんくなって、もうちょっともうボロ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 って涙がすごかったです。わかんな、昇格の話とかしたらみんながコメントしづらいな、ごめん。今にゃんほさんがねずっと横にいてくださって、切れちゃうすまない、申し訳ない、大丈夫、陰性でした、ちゃんと。
ね、にゃむさんもずっと横にいてくださってて、優しかった。そう、なんかね、なんなんでしょうね、察してはいたんですよ。もうその二人が初夏で、その二人が昇格するっていうのはずっと察してたんですけど、ずっと察してたから、なる落とし穴が終わって、シオンの紹介が終わって来るかなって思ってたら来て、もう音鳴った瞬間、やっぱりかってなって、でもなんか覚悟はしてたんですよ、自分はできひんっていう、この二人だけみたいな、この二人だけ先昇格するし自分はできひんっていう覚悟はしてたんですけど、いざなんかそういう、いざ無理ってなったら、めっちゃなんかめっちゃしんどくて、でなんかね、ね、気づいたら息がめっちゃ息がしづらくて、ニャホさんとかがずっと横にいてくださったんですけど、もともと過呼吸自体はなりやすいから自分で戻せるんですけど、ちゃんと時間があれば。でもステージ上でっていうのが初めてで、なんとかしなってなったら余計焦っちゃって、じゃあニャホさんが連れて行ってくれてました。ずっと横で大丈夫って言ってくださってたんです、ニャホさんが。ずっと腰にポンポンポンってしてくださってて、ね、しんどいよね、過呼吸めっちゃしんどい。なんか何やっけ、吐かなあかんねやっけ。あ、妹、なんか息を吐かなあかんねやっけ、吸わなあかんねやっけ、どっちか忘れちゃったけど、そう、裏とかでは、ね、公演終わった後とか裏とかでは鳴っても落ち着けれるんですけど、ステージ上でっていうのが初めてで、どうしようどうしようって言っちゃったんですよ、焦っちゃった。でもそしたらなんかその間に8期生募集とか始まって、なんか言ってるし、焦りましたよね、さすがに。でも先輩になるんやって、なんやろ、ちゃんと先輩としてやっていかなあかんなとは思いました。ちゃんと、でもシオンが入ってきて、一人やけど後輩ができたわけじゃないですか。やからちゃんとしなあかんなっていうのは思ったけど、でもシオンが入ってきたから来た、え、なんかほんまにいきなりやったんですよ。なんて言うやろう、いきなり8期生募集とかやったら、8期生募集ですってなって、あ、後輩ができるんやって覚悟とかを、気持ちを整えてから後輩ができるじゃないですか。やけどシオンはいきなりこう、今日からメンバーですって言われて、え、いきなり昨日まで一番後輩やったのに
突然たった今突然先輩になったみたいな、えどういうことみたいな感じあって、心の準備も先輩になるっていう覚悟も何にもできひんまんまやったから、それがどうしようって感じだったんですけど、えでもちゃんとしなあかんなっていうのは改めてちゃんと思いました。そうもう1年ぐらい空いてるから、期間が同期になるんかなって思ったんですよ。同期っていう立場になるんかなって思ったんですけど、先後輩っていう立場になるって言われて、あそうなんやみたいな。後輩に当たるんやってなりました。だからいきなり後輩ができた。そうリハーサルの時とかもいきなりやったから、リハーサルが終わってからいきなり集められて、ちょっと集まってくださいみたいな、リハーサルの時もみやほさんはみやほさんに抱きついてもえみたいな感じでした。リハーサルの時でも、シオンすぐ結婚っていう、そうニャンホさんアイピにしよう、びっくりするぐらいしよう、ニャンホさんに最近ドキドキしてしまうんですけど、なんでなんでしょう。さあなんでなんでしょう。先輩にツンデレされた方が好きやろ、甘やかされる方が好き。甘やかされる方が好き。でもリハーサル期間とかも基本愛花一人でいましたね。人が多い環境が苦手なんです。人がいっぱいいるじゃないですか。だから一人でこの隅っこの隙間に一人で座ってたり、廊下に一人で座ってたりしてました。基本一人でおったかも。楽です、その方が。人がいっぱいいる環境が苦手なんです。だからずっと一人で座ってたり練習したりしてた。無理、話の輪入っていけん。
なんか7期生が、別に7期の子が悪いわけじゃないんですよ、本当に本当にね。けど7期生の子たちが集まってたりする場所に入って いけない、その入りづらいとかじゃなくて、でもアイカが普通にそこに入っていったら自然と入れてくれるんですけど、入れないです。はい、え、なんて言ったらいいんやろ、分からへんけど、でも何やろ、一人で、え、何やろ、一人でいると楽、え、じゃあ一人でいたら寂しいんですよ、そりゃ一人でいるのは苦手なんですけど、一人でいる時の方が楽やったりする。え、何やろ、入っていいのかなってなるんじゃないんですよ、入っていいのかなじゃなくて、入りたくない、なんて言うやろ、入ったら入れてくれるんですよ絶対、めっちゃ自然と入れてくれるんですけど、その輪に入りたくない。え、なんて言ったらいいやろ、めっちゃどう言っても悪いですね、どう言っても悪く聞こえちゃうけど、別に入りたいと思えへん、その人が嫌とかじゃなくて、そう嫌とかじゃないんです、ただただただ入りたいと思わない、一人でいたら、一人でやるのは寂しいし、一人で入れないタイプではあるんですけど、でも人の多い環境が苦手やから一人でいたい。ちょっと矛盾がすごいんですけどね。そう、もともと今まで生きてきた上で人間とあんまりちゃんと関わってこなかったから、それがね、そのツケとかが回ってきてるんですかね、ちゃんと人と関わった方が、人の目を見て話すのも苦手なんですよ、ほんま人の目を見て喋るのも苦手やし、喋るのも苦手なんです。でも人の目を見て話すっていうのは、どう考えてもこれから生きていく上で、特に今 NMB として活動してるなら絶対に人の目を見て話さないけんから、もう先輩とかと話すときはそらしたい気持ちをぐっと抑えてずっと目を見てます。喋るのめっちゃ苦手です。なんやろ、なんか NMB 入るまではもともとそんな喋る人間じゃなかったんですよ。だからなんか NMB 入ってから喋れる人になりたいって言ってるのが不思議です。すごい、でもいい傾向や、いい傾向傾向結構っていうか分からへんけど、なんやろな、喋るの言葉がまとまらないんですよ自分の中で。どう喋ったらいいんやろってなって、ね、どう喋ったらいいんやろ、言葉がまとまらなくて、
だから なんやろ喋られへん時は喋れないんですよ、ほんまに。もうあ今喋られへんわってなって、喋ったらよあかん、喋ったらあかんじゃない、喋られへんわってなって喋られへんけど、逆に喋りだしたらどこまで喋っていいのか分からへんくて止まらんくなっちゃって、でどこでブチ切ればいいんやろブチ切ればどこでブチ切ればいいんやろみたいなね。なってどこでブチ切どこで止めたらいいんやろみたいなことを、どこまで喋ったらいいんやろとか、どう考えたらいいんやろみたいなことをね、頭で考えるじゃないですか。でもその考えることに疲れるんです。考えることに疲れて、もう疲れたってなって、もう喋らんってなっちゃうような人間だったんで、だからね、不思議ですね。 NMB 入ってから喋れる人になりたいとか言い出して、自分でびっくりしてます。そう、会話苦手。赤ポンさんも、一人でなんやろ、そうだから言ってしまった、アンコールガールとか、あとミュービーアイドルのドレッサーの、前座のドレッサーのコーナーとかは、こう一人でどういう風に話すっていうのを自分で組み立てて、その通り話せるじゃないですか。だからそれ、そういうのはできるんですよ。やけど、なんやろ、キャッチ&リリースができない、会話の。ですね。キャッチボールか、会話のキャッチボール、全然キャッチ&リリースじゃなかっためっちゃ突っ込まれるやん。そう、こうができないんですよ、会話が。だからそれがなんて返したらいいんやろみたいな。なんて返したらいいんやろみたいな、分からんくなって、考えるのに疲れちゃって喋れへんくなっちゃう。吉本新喜劇毎週録画してますよ、大好き。だからラジオ聞いたりとかバラエティ見たりして、勉強してます、どういう返しをしたらいいとか何か話した後にめっちゃ考えちゃう。なんやろ、会話をして、会話が終わってから、あれ言ったらまずかったかなとか、あの態度やばかったかなとか、これにかこう先を、自分こう言ったけど、こう言ったことに対してどう思ってんやろ、どう思われたやろとか、日常会話でもそう考え、そうそう、一人反省会。
でもね、だから7期の中では結構仕切りとかを任してもらうことが多いじゃないですか。仕切りとかあと喋る場面やったら任してもらえたりとかすることが多くて、もうずっと多いんですよ、もう去年から多いんですけど、やからなんやろ、自分がなんとかしなきゃって考えちゃうんですよ。 MC の時とかも、あ、なんとかしなきゃみたいな、これ今ここ回収しなきゃとか、なんとかしなきゃって考えて、結局自分が発言したいことはもう発言せずに、もう回収するの、回収したりとか周りの人を立たせるとか、に集中するから、なんとかしなきゃ、自分がなんとかしなきゃってめっちゃ考えるんですけど、そのやからこそなんかキュンマートがこう結成って言うんですか、キュンマートが結成された時になんかアイピはもう思ったことを発言してくれていいからって言ってくださって、もう全部受け止めるし全部回収するからって先輩方が言ってくださったのがめっちゃ嬉しくて、自分も発言していいやって、自分のこと発言していいやって思ったし、そうキュンマートの MC とかではだからもうなんとかしなきゃって思わずに、もう先輩に全部を委ねてできてます。めちゃくちゃね、優しい。今日は2回公演でしたね、キュンマートの。どうでした？今日だらしない愛し方ちょっと変えてみたんですよ、自分の中で。伝わったかな、なんか変えてみたりして、DMM を後から見返したら今日の良くないなとか今日の良かったなとかも見返したりするんですけど、どうです、ね、こう選ぶ。でもみんな忙しいから、キュンマートのメンバーさん。Wow, you are so pretty. You smile so cute. I can't speak I can't speak English but thank you I so happy your voice sounds so cute oh
I don't like my voice, but thank you. I'm so happy. 頑張った。だいぶ頑張ったよ今の。おっと、No, it's fine. Fine? Fine?It's cute promise とは約束？必ず君に会えるから。え、大丈夫、可愛いだよ、だって嬉しい。 Thank you, thank you. You are drawing at the back. It's so cute. Oh, I can't speak English. But thank you.あ、後ろの絵かわいいって、嬉しい、ありがとう。これパパが作ってくれたんですよ。訳してくれてありがとうとも書いてあるらしいです。これはパパが作ってくれました。 This make is my father. Please make that drawing your... あ、なに？わからん。難しい。諦めていい？アバババの英訳？え、make is って言わん？ make it は？ make it！ make it か。おい、感動すな。何滞在しって混在えこんえ動詞って何？メイドイット動詞って何？アイピって頭いいんだね。頭いい人はメイド、あの頭いい人は動詞って何とか言わへんで。え、アバターって作れんの？どうやって作んの？アバターってどないして作るん？落ちて。B 動詞はわかる。 I am みたいな。あ、ショールームイベントの時なんだって。アバターは残念ながらですね。おう、oh, I see that great. おう、あばばばばね、英語難しいね。そんな、なんかちょっとあの英語並べるのやめてもらっていいですか、皆さん。困っちゃう。困っちゃうだよ。そんなに英語並べちゃう、ピが困っちゃうだよ。Thank you.
わ、ひとみんちゃん、ひとみんさん、くまありがとう。困っちゃう困っちゃう、そんなにあかんか。困っちゃうだよ。パイピポーズとかありますか？ねえです。なかった方がいいのかな。でもなあ、カインさんとかもなあ、ピロピロはあるけどな、ピロピロにはピロピロが。マイメロかわいい、マイメロかわいいでしょ。イエスかわいい。 I agree。 アグリーって何？もう12時半だ、やばくない？12時じゃねえ、11時半40分もやば。もうすぐしたら終わります。多分ね、あのね、終了強制終了まではやらないです。それな的な、それな的なで、それなって意味か。平和ですね。みんな生きてるからな。つもつもだよ。なんかな。不思議だよな、人間って。生きてるの。なんか神様が人間を作ったとか言うけど、じゃあその神様は一体どこから生まれて、どのような生活を送っているんだろうか。どう思う？これは僕の勝手な。神様の存在を作り出したのは人間。それはそれでもよくわからんな。神様には始まりも終わりもないんだって。すげえ。まあ、そういうのもね、考えるだけで疲れちゃう。疲れへん？だってさ、そんなさ、なんか考え、
考えなきゃいけない、考え出したら止まらないことを考えてしまうけど途中で疲れる、疲れてやめる。あくび出ちゃった。でもあれ言える、待ちな、なんかあれは言える、主の祈り、あれは丸暗記してる。ああ、あくびです。なんか、なんやっけ、なんか天にまじますみたいな、願わくば皆をあがめさせたまえみたいなやつ。あれは、あれ言える。スクショタイム、スクショタイムいる？いるって言ったらあれだけど、完全に公園メイクだし。いやー、聖書読んでみる。聖書持ってる。人か。にゃ。何がいいんだろう。いた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 。よろしいでしょうか。わからん、やめよう。もうなかなかいい時間なのではないでしょうか。46分、はけるときの下出し、はけるとき下出ししたっけ。あ、したな、夜公演だ、したわ。うん、まばめ来たらしいよ、さっき送ったやつ。めっちゃもばめ来た報告くれる、みんなありがとう、報告をわざわざ。まばめ来たらしい、よかったです、ちゃんと届いて。まだ来てない、まあそのうち届きます。来てる人がいるんで、そのうち届きます。
れ丸はランキング読みますね。ランキング読みます。はい、参りましょう。13位からだっけ。はい、いきます。13位、まきちゃん。まきちゃん、まきちゃん久しぶりやな。まきちゃんありがとう。12位、つっちょんリターンズ。つっちょんリターンズさん、R リターンズわかんない。つっちょんさん、つっちょんさん、つっちょんさん、ありがとうございます。11位、シンシグさん。シンシグさん、ありがとうございます。10位、ヒロさん。ヒロさん、ありがとうございます。9位、エレンさん、かっこ本当に左利き。あ、そうですか。はい、いいですね。左利きをこれからの辛い抜き通して生きていってください。エレンさん、ありがとうございます。8位、ななこちゃん。ななこちゃん、ありがとう。ななこちゃん、ありがとう。7位、ひとみんさん。ひとみんさん、ありがとうございます。ブン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 。6位、ピアちゃん。ピアちゃん、ありがとうございます。ピアちゃん、ありがとうございます。5位、おっと変わったあやかちゃんが入ったのか。11位、あやかちゃん。あやかちゃん、ありがとう。あやかちゃん、ありがとう。で、5位からだな。5位、まひろちゃん。まひろちゃん、まひろちゃん、まひろさん、まひろさん、かりんさん推しの方だ。まひろさん、ありがとうございます。ブン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 。4位、まおちゃん。まおちゃん、ありがとう。ブン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 。まおちゃん、ありがとう。3位、お、ほうさん。3位、ほうさん、ありがとうございます。トカゲちゃん、トカゲのほうちゃん。2位、お、まひるん。まひるん、ありがとう。また来てね、公園。1位、ジョージさん。ジョージさん、ありがとうございます。ジョージさんもまたお話し会も来てください。ブン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 。あっつ、50分やで。終わりましょう、終わりましょう。ランキング読んじゃったし。終わりましょう、終わりましょう、終わりましょう。公演もコンサートも終わったことだし、お風呂入らなきゃ。みんなも体調には十分気をつけてくださいね。この時期はね、季節的にもね、風邪ひきやすいと思うから。現にここに約1名気をつけてね。だからみんな、アイクはこの間喉を痛めすぎて蜂蜜レモンを一人で深夜に作って飲んでました。はい、みんないっぱい寝てね。ご飯もちゃんと食べるんだよ。おやすみなさい。おやすみ。めっちゃキラキラしてる、かわいい。バイバイ。